白黒年賀版画を簡単で綺麗にする方法をご紹介します。まず道具です。版画印機にはアーテックの純黒を使います。すり上がりが美しく片付けがとても楽です。作業台についてしまっても水拭きで簡単に落とせるので新聞紙などを敷く必要がありません。ローラーは幅13センチくらいの小さいものを使います。練り板は後で捨てられるようにいらないボール紙などを使うといいです。インキをつけているときずれないように作業台にセロテープなどで固定しましょう。インキを出す場所にマジックなどで印をつけて練る場所と分けておくと子供が自分で作業をするときインキのつけすぎを防げます。版画にインクをつけるときの下に敷くいらない紙はたくさん用意しておきましょう。すり紙はツルツルした方が表です。縦長に置いたとき左下になるところに印を入れておきます。この印のところから自分の名前を書くと裏表を間違えません。ローラーにインキを少しだけつけて伸ばします。この時ローラーを往復させただけではインキはうまく伸びません。向こうに行く時には練り板につけて帰りには空中を通るようにします。行きは新幹線、帰りは飛行機と覚えます。これを素早く繰り返し、インキを練り板の上にまんべんなく伸ばします。表面に小さな波模様が見えるぐらいがちょうどいいです。いらない紙の上に板を乗せます。構図が縦でも横でも縦長に置いてください。板にインキをつけるときはゆっくりとローラーを動かします。一度インキをつけたら、ローラーのインキはこんな風に取れてしまっているので、練り板の上でインキをつけ直します。まんべんなくインキをつけたら、すり紙の名前を書いた方を下に向けて載せます。紙の裏から見て黒く透けて見えるまで、まんべんなくこすり、紙をそっと剥がして乾かします。インキをつける場所とすり取る場所を分けておくと、効率よく作業ができます。同じような場所を 2,3 箇所作っておきましょう。1箇所は教師がつきます。今年初めてという場合は教師が印記をつけその様子を見てやり方を覚えます。2回目からは自分で印記をつけてすり取ります。こうすると1時間で少なくとも1人2枚はすることができます。すり上がった紙は広げて乾かします。画用紙乾燥棚を使う場合は、網目が大きいので、新聞紙などを敷いた上に並べましょう。すり終わった板は、一人一人自分で水洗いします。純黒は簡単にインキが落ちるので、紙や布で水気を拭き取って片付けます。練り板は作業台から剥がし、インキがついている方を内側にして折りたたんで捨てます。ローラーは水洗いして水気を拭き取ったら、紙で巻いておくとゴムが傷みにくいです。あっという間に片付けができるので、要領を覚えれば1時間で全て終えることができます。版画は大変だという印象がありますが、それほど負担なくできるので、大きい作品にもぜひ挑戦してみてください。